はい、今回まあ誰やねんと言いましょうか。誰ですか？全く分かんないと。アントニオ・ルカビナ。待ってんのかな。アントニオ・ルカビナ、誰やねんおい。サイドバックか、セルビア。もう引退してんな。これはまたとんでもないわけのわからん選手ができましたね。アントニオ・ルカビナさんはセルビアで、現在もちろんリタイアと。でもセルビア代表59キャップ。ちょっと待って、これワールドカップ出てんな、絶対。セルビア代表59キャップはもう出てるよ、絶対に。出てない理由が逆にないよ。セルビア代表と、じゃあ、これ出てるっぽいな。ワールドカップいつ出てんだっけ、セルビアって。2010年。メンバー入ってますね。でも、1試合も出てないですね。どんまい。2014年、ワールドカップに出てないんか、そもそもセルビアが。2018年は出たっけ ?2018 年は？あ、出てますね、2018年。試合にちゃんと出てますね。で、2022年は？それは選ばれてないと。すごいじゃん、ワールドカップ出てんじゃん。セルビアの右サイドバックですね。知らなかった、こんな選手がいるなんて。セルビアのシップ。おー、掘り出し物やね、なかなかの。なかなかの重鎮でしたわ。プロ通算は457試合、結構じゃん。まあまあの選手やね、やっぱり。もともとはセルビアでプレイしてて、それドルトムント、嘘やろ。ドルトムント行ってんの？あの、ユルゲン・クロップとか、あの辺とくか。で、ドルトムントから地方のチーム転々として、レアル・バジャドリード、ビジャレアル。でも、あの、ビジャレアルが4年間結構長いな。で、最後は FC アスタナ、これ、あれな、カザフスタンのチームやな。で、引退と。一番長いのはどこ？一番長いのは、1086ミュンヘンか、ビジャレアルか。すごいじゃん。かなり頑張ったよね。意外とすごい選手やね。